こんにちは、葵です。今日は切り干し大根の煮物をご紹介していきます。まあ、そういえばね、一番このシンプルな切り干し大根の煮物をまだご紹介してなかったなと思うので、今日はね、お子様用の作り方をご紹介していきます。それでは早速作っていきましょう。レシピ本があればさらにわかりやすい子供がパクパク食べる魔法のおうちご飯、全国の書店やアマゾンで好評発売中です。今日の材料はこちらです。で、この切り干し大根なんですが、実はね、栄養価がすごい高いんですよ。天日干しされてますので、水分が抜けた分栄養素がギュッと濃縮されてるんですね。なので生の大根に比べると、例えば 100g あたりの重量でいうとカルシウムが20倍以上も含まれていたりとか、食物繊維が6倍になったりとか、あと鉄分とかもね、30倍ぐらいかな、多く含まれてます。なので実は切り干し大根って栄養素がたっぷり含まれてますので、保育園ではね、よく使うことがたくさんあります。今回はシンプルな材料なんですが、これに絹さやとかインゲンを彩りでつけることもあります。まずこの切り干し大根は水で柔らかくして刻んでいきますので、まずね、たっぷりの水につけていきましょう。切り干し大根は天日干しされてますので、まあ、商品化する際には袋詰めをね、するその製造業者の方がたくさんこうゴミのチェックとか仕分けとかしてくださってるんですが、まあ、さらにご家庭でもね、ささっと水洗いすると安心です。で、軽く洗ったらこのようにね、水戻ししておきましょう。だいたい10分ぐらいを目安につけておきます。人参を細切りにしていきましょう。だいたい4センチの長さぐらいの細切りにしていきます。続いて油揚げは切る前に油抜きをしていきますので、こういったザルに油揚げを乗せて熱湯を注いでいきます。油揚げ浸るぐらいのお湯入れたら、もうこのままね、ザル上げてお湯をしっかり切れば、これで油抜き完了です。とても簡単なんだね。これやっていただくと味がすごく染み込みやすくなりますので、油抜きは必ず行うようにしましょう。油揚げはお子様にとってすごくね、噛み切りにくい食材になります。なので切るときは必ずこの大きさの、まず4等分、これぐらい短く切ってから細切りにしていきましょう。こんな感じでね、短くお子様の場合は切っていきます。水戻しした切り干し大根は軽く水分絞ったら、だいたい3センチぐらいの長さに切っていきます。ただまあ揃えるのがね、難しいので、まあ、ざっくりで大丈夫です。で、この切り干し大根もお子様にとってすごく噛み切りにくいので、まあ、この短く3センチぐらいに切るっていうのと、さらに煮込むときに長めに煮込んで柔らかく煮込むっていうのがすごくポイントになってきます。このチャンネルのレシピがミールキットになりました。子供と食べる魔法のミールキット、詳しくは概要欄をチェック。では煮込んでいきましょう。その前にね、一番大事なポイントがあります。まず中火で油をね、ここに引いて温めていきましょう。油が温まったところに、この人参と、それから切り干し大根と油揚げですね、全ての材料をここに入れていきます。煮物なのに油で炒めるってちょっとね、不思議な感じかもしれないんですけど、この油を使って一回ね、炒めておくことで油のコクが加わりますので、すごくね、食べやすくなるんですよ。で、切り干し大根の煮物、保育園だと食べる子と食べないお子様、結構ね、半々に分かれるレシピなんですよ。なので、まあこういったね、工夫をして、なるべく子供が食べやすい作り方を研究して、でそれで子供に何度もね、食べさせて味を覚えてもらう、食べられるようになってもらうっていう工夫をしてます。中火でだいたい2分ぐらいですね、全体に油がしっかりと回ったところで、でここにだし汁を加えていきましょう。で、お子様の煮物料理の場合はお水じゃなくてだし汁をね、使って煮込むのがすごく大事です。だし汁に含まれる旨味成分のグルタミン酸というのが、母乳と同じね、旨味成分になるので、本能的に好む味に変わります。市販のだしパック使うときは普通のスーパーに売っているもので大丈夫なんですが、食塩が添加されてないものを選んでください。だし汁の取り方もパックのね、裏面に書いてある標準のだし汁の取り方で取っていただいて大丈夫です。で、ここにだし汁と、それからみりんです。甘みをね、加えていきます。と、お砂糖です。今日は調味料で醤油がありますけれども、醤油はね、まだ加えません。
お砂糖はこういった食材をね柔らかくする作用があるので最初に入れて柔らかくさせていくんですが、醤油とかしょっぱいものね、塩味のあるものを加えてしまうと食材がなかなか柔らかくなりにくいので、お醤油は最後に加えていきます。みりんとお砂糖がしっかりと混ざったら、ここに落とし蓋をして、で弱火にして、これで大体20分ぐらいを目安に煮込んでいきます。お子様の咀嚼能力によっても煮込み時間変えていただいても大丈夫なんですが、すごくまだね苦手なお子様とか1、2歳児の年齢が低いお子様の場合は柔らかく煮込む必要がありますので、大体今のね20分ぐらいを目安っていうのがポイントになります。ちなみに今回は柔らかく煮込みますので、煮込み時間はかなり他の料理に比べると長くなるんですけれども、実はねこれ冷凍保存ができるんですよ。冷凍保存で2週間ぐらい持ちますので、たくさん作っておいてお弁当とか夕飯のねおかずにしていただくととっても便利になります。今20分ぐらい煮込みましたので、落とし蓋を開けて、そしたらここでお醤油を加えて味を整えていきます。だいぶ切り干し大根がふっくらしてます。お醤油加えたらまた落とし蓋をして、さらにね弱火でもう少し煮込んで、このお醤油の味を染み込ませていきましょう。お醤油を加えて、おすすめはだいたい10分ぐらい煮込むとすごいね味が染み込んで美味しくなります。では落とし蓋取ってみましょう。こんな感じでもうほとんどね煮汁は残ってない状態、若干少しね鍋底に数センチ残るぐらいですね。そしたらもう火を止めて、でこのまま冷ます段階で味が染み込んでいきますので、一旦この鍋の中に入った状態で置いておくのがおすすめです。これで切り干し大根の煮物の完成です。でこれはねラップに包んでジップ付きの袋に入れて2週間ぐらいを目安に冷凍保存できますので、ぜひねたくさん作ってみてください。葵の給食室3、はい、給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。切り干し大根煮物、私はね大好きです。一気に食べちゃった、美味しくて美味しい。これ切り干し大根がすっごく柔らかくなっててふわっとしてますで、だし汁をね使ってますので、その分お醤油少ないんですけど、かなり味がしっかりしてます。すっごい、もうちょっとお醤油少なくてもいいかなってぐらいしっかりしてます。美味しい。お子様のね切り干し大根のポイント今日たくさん伝えましたので、それを押さえていただければすごくね食べやすい切り干し大根の煮物が作れます。すごくね栄養価も本当にたくさん豊富に含まれている切り干し大根ですので、ぜひねご家庭でも作ってみてください。この動画をご覧のお父さんお母さん、葵の給食室のレシピがご家庭で簡単に作れるようになりました。その名も子供と食べる魔法のミールキット。毎週メニューが変わりますので飽きることがありません。詳しくはこちらまたは概要欄をチェックしてください。たくさんのお申し込みお待ちしております。